体を張って思い切ってやっていこうと覚悟しとけ。覚悟しておけ。その言葉通り、39歳の青年監督はドラゴンズの改革に大なたを振るい、この男を名古屋に呼び寄せた。男ですよ。ただそれだけです。理屈いらないと思います、はい、男が男に惚れてきたんですから、それだけでいいんじゃないですか。就任1年目を2位で終えた星野ドラゴンズの2年目、4度目の優勝を飾るこの年のスタートは最悪と言ってもよかった。開幕戦はエース小松で競り負けた。4番落合は必要なまでの内角攻めに本来のバッティングを見失った。自分の思い描く野球ができない星野監督の苛立つ姿ばかりが目についた。開幕から1ヶ月、ドラゴンズは首位カープに8ゲームの差をつけられ、ダントツの最下位。4月、ドラゴンズはカープに代わって首位に立ったジャイアンツに2ゲーム差まで迫っていた。そして迎えた北海道シリーズ。ドラゴンズは屈辱の3連発を浴びるなど、宿敵ジャイアンツに無様な3連敗。名古屋に戻ると星野監督の雷がナインに落ちた。あの時の怖さと言ったらなかった。誰もがそう口にしたカスは効果てきめんだった。ドラゴンズは7月12日から16勝3敗という驚異的なペースでジャイアンツを追い上げ、ついに首位に立ったのだ。今思えば、あの3連敗と直後の監督の雷がドラゴンズを優勝に導いたのかもしれない。勢いは止まらない。ドラゴンズは快進撃を続けた。ライオンズから移籍した小野和幸、この年18勝で最多勝。ひげとひょうひょうと投げる姿が印象的だった。いぶし銀音茂樹、巧みな右打ち三村徹、勝負強いバッティングで何度もチームの危機を救った。8月6日のタイガース戦では中尾の一打でサヨナラ勝ち。その勢いを引っ提げて
ジャイアンツに引導を渡すべく東京ドームに乗り込んだ。ジャイアンツはあと一つ負ければ自力優勝がなくなるという崖っぷちに立たされての戦いだった。初戦リリーフに立ったルーキー上原明がその息の根を止めた。翌日からはドラゴンズの独壇場だった。打線の核宇野が爆発、全打点を叩き出す。核の投球も冴えた。ジャイアンツを突き放し、いよいよ V の日が見えてきた。そして星野監督のたった一つの懸念だった男もようやく波に乗ってきた。8月14日のスワローズ戦、9回ツーアウト満塁で打席には落合博満。移籍後初のサヨナラ安打だった。夏休み最後のカープ戦、この日も決めたのは落合だった。ドラゴンズにマジック25を呼ぶサヨナラスリーラン。ルーキー立浪和義、新核弾頭彦野俊勝も踊った。左腕杉本忠も持ち味を見せた。川又米俊もレギュラーに定着。シーズン終盤にはアメリカに留学していた山本昌も帰国、すぐさま頭角を現した。1988年の長いペナントレースは間もなく終わろうとしております。いよいよ優勝のマジックまであとストライクは一つ。核はもう泣いています。昨日セーブ記録を作りました核源氏が早くもマウンドで泣いてます。星野監督は笑ってます。2エンドラン4球目第4球だって空振り三振、試合終了。この瞬間ドラゴンズの優勝が決まりました。6年ぶり4回目の優勝です。全選手が飛び出しました。そして星野監督も駆け足です。さあこれから胴上げ胴上げ胴上げです。就任2年目、青年星野監督が宙に舞います。